のカップルです。4番アレクサンドラ・ナザロワ、マキシム・ニギティン組、ウクライナ。前半最後のカップルです。ウクライナから出場、アレクサンドラ・ナザロワ、男性はマクシム・ニキーチン。15年以上パートナーを組んでいます。アクロバティックな振り付け、表情などにも注目です。ちょっとつまずきましたね。ここから最初の要素、キャッチフット、アウトツイズル揃っています。全カップル同じ動きのパターンダンス。アウトサイドロッカー。ちょっとエッジを切り替えながらステップやターンを踏んでいきます。このリフトはバランスも難しいですね。素晴らしいです。二人の表情を生き生きとしてきました。アウトサイドモホーク、アウトサイドロッカー、サイドちょっとインサイドブラケット、きれいに決まっています。冒頭のところでミスなどもありましたが、ただそれを感じさせない演技を行いました。アレクサンドラ・ナザロワ、マキシム・ニキティン組の演技でした。東京代々木第一体育館、どのカップルに対しても温かい拍手です。5つの要素を盛り込むこのリズムダンスですが、その要素に入る前の、いわゆるつなぎの部分で最初につまずきはありました。ちょっとね、前半男性が少しふらついてしまったところと、あとパーシャルステップの時の2人でですね、ちょっと組んだ時に距離感が近すぎて、はい、ちょっとぶつかったような感じになってしまったので、あのレベルには関係ないとは思うんですけども、少し本人たちが
納得いかないのかなと思います。つなぎの部分なども評価をされていきますが、ここはこの要素のツイズルですね、はい、あのレベルを上げるためのキャッチフットも綺麗に決まってますね。なるほど、あの全体的に表情も良かったですね、そしてこのカーブリフトですね、これね、男性がしゃがんだままで女性がこんなに大きく変化するっていうのはね、すごい難しいんですね。よく倒れませんよねこれもね、あのさらっと入れましたけども、はい、これも実際やると本当難しいんですよね。そうなんですか。そうしてこの女性の体勢をくるっと回すような動きが最初にも最後にも入りました。